この時間は IPO インタビューのコーナーです。本日東証グロース市場に新規上場した証券コード9168株式会社ライズコンサルティンググループ代表取締役社長北村俊樹さんにお越しいただいています。北村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。株価はすでに売買成立しておりまして初値850円ということでした。では会社の概要からご紹介いただけますでしょうか。はい、当社2012年2月に創業いたしまして、今社員数が250名程度 の、 事業内容としては総合コンサルティング事業というのを主軸事業としてサービスを提供しております。で、右側のミッションビジョンバリューのところなんですけども、我々こう2012年に東日本大震災のこう復興という形で日本経済の再上昇をしたいと、そういった思いを込めてファームを立ち上げてですね、で昨年こう10周年を皮切りに次の10年を見据えて、この新たなミッションビジョンバリューというのを再策定いたしました。でそこに込めた思いとしては、この幸せな未来を共に開いていく、このプロデュースネクストというところを、この後ですね、強く実現していきたいというふうに考えています。で具体的なサービスラインになるんですけども、はい、我々総合コンサルティング事業という形で、一般的にこう総合コンサルティングというのは戦略、業務、IT、この3つのサービスラインを持っているのを総合コンサルティングと呼びます。ですので我々も基本的にはこういろんな業界のお客様に対して、戦略策定であったりとか新規事業立案の伴走支援、あとはいろんなサービス設計、業務のこうオペレーションを作っていくようなところ、で昨今のこう DX の推進と、こういったところを幅広く今対応しているような会社でございます。これ拝見するとお客さんの業種はかなり幅広いということですかね。そうですね、はい、いろんなお客様のお仕事をやらせていただいています。はい、それでは、続きまして業績面についてお伺いできますでしょうか。はい、創業以来ですね、順調に売上、利益、成長させてくることができました。で我々のこの成長のドライバーっていうのは、やはりこのコンサルタント人数っていうところ重要になってきますので、まあ、ここもですね、ご覧の通り堅調にですね、推移できているところがご確認いただけるかなと思ってます。今期増収増益の見通し、コンサルタントの数もこうさらに増えていく見込みということですね。はい、そこは順調に積み上げてきております。人材の採用も順調ということなんですね。はい、はい、それでは、続きまして御社の、特徴を強みについて、ここからお伺いできればと思います。はい、まず経営モデルのところですね。我々こうシンプルな経営というのを非常にこだわっておりまして、コンサルティングビジネスって言いますのは、一般的にこう左側のコンサルタント人数、あと平均単価、この稼働率っていうので売上が決まっていきます。なのでいかにこの人数を、まあ、優秀な人材を外から獲得して維持していけるか、で平均単価っていうところ、これは我々の競争優位の源泉として、他のファームさんと比較してこう相対的には単価を安くしているところもあるんですが、まあ、ここを徐々に高めながら、あと稼働率については我々自身はこう高稼働率っていうところを競争優位にしてますので、まずこれできちっとトップラインを作っていくと。で利益を当然出すためには、まずコストを最適化するっていうところで、例えば採用フィーについても我々こう独自の採用手法みたいなところでかなり ROI の高いお金の使い方ができておりますし、あとは売上原価という形で当然コンサルタントの人件費が中心となるんですが、やはりここまで下げてしまうと優秀な人材が獲得維持が難しくなると。なのでここについては経営判断として高い給与還元率を維持すると、こういったサイクルを原理原則忘れないようにしてですね、創業以来高い営業利益率を今実現できているような会社でございます。ここが全体の外観になります。はい、それ以降はですね、いくつか個別の競争優位というのがございまして、大きく3つございます。1つ目がコンサルティングスタイルのところで、我々この旧来型といいますか、一般的なコンサルティング会社さんが提供しているようなサービスの仕方を行っておりません。基本的にはお客様先に常駐をさせていただいて、目の前で一緒になってプロジェクトを進めていくと。でそうするとやはりこういったパワーポイントの資料みたいなのをある意味こう不必要に作らなくていいんですね。
資料っていうのはあくまでコミュニケーションツールでしか過ぎないので、お客様自身が理解をできれば極力作らなくても問題ないと。で、目の前にいれば一緒になって会話をして物事を進めていけますので、であれば一つでもこうアイデアを出す、一つでも物事を前に進める、いろんな方を巻き込んでプロジェクトを強力に推進していく、そういった方が価値が高いと思ってますんで、創業以来ですね、ここ右に掲げてあるような4つの手法っていうところを駆使しながら、ここまで成長を遂げてきたっていうのがまず一つ目の優位性になります。はい。で、二つ目が価格面のところでこうバリュープライスっていうのを掲げています。で、当然こう人材の質っていうところがまず前提になりますので、そこは外部からですね、優秀な、コンサルタントを獲得する、あとは社内のいろんな OJT を FJT の中で育成するっていうのは当然やりながら、価格面でお客様に対してはよりリーズナブルな価格帯で最高品質のサービスを提供していくと、ここをこだわっています。で、3つ目の競争優位性としましては、はい、高稼働率のところですね。当然こう売上利益を稼ぐためにはこの稼働率高い方がいいわけですので、我々自身まず組織としてはワンプール制っていう形で、一般的なこうファームさんがやっているような業界ソリューションで分けるような組織ではなくて、ここを、いろんなメンバーがいろんな、案件を経験できる、この総合力を高めていくと、そういったところで、組織を作っています。で、一方でこうお客様目線では当然この会社ファームがどういった強みがあるのか、ここのコンサルタントはどういう強みがあるのかっていうところをこだわられますので、そこについては社内でこうプラクティスっていう形で今のマーケット、お客様がどういったことを求めているかっていうところをパートナー陣を中心にですね、バーチャルなチームを組成しながらこの組み合わせで高稼働率を実現していくと。で、今コンサルタント数がもう200名超えてきて、この後もどんどん大きくなっていきますので、まあ、そういったこうスケールに向けていろんな社内の仕組み作りっていう形で4番目に書いているようなパイプラインマネジメントの仕組みっていうところを今整えて、この後も順調にですね、この高稼働率っていうところ、我々の最大の競争優位の源泉だと思ってますんで、ここを維持していきたいというふうには考えています。こちらのワンプール制というのは御社ならではの仕組みなんでしょうか？そうですね、はい、他のファームさんでもこういったのを掲げているところってございますが、いわゆる組織の箱としてワンプール、かつこのバーチャルなプラクティス性っていうのを掛け合わせているのは、これは我々のファームしかないかなというふうに考えています。ちょっとすみません、聞き逃してしまったんですけど、人材の必要ですね、お給料を高くしているというのと、こうお客さんにはこう低価格でサービス提供しているという、これを両立できているということなんですけれども、はい、この点もう少しお話しいただけますでしょうか？わかりました。まず採用についてはですね、我々まず即戦力採用っていうところを掲げていますので、はい、一般的なこうコンサルティング業界をきちっと経験した方っていうところを外からハイアリングをして、であとは社内でいろんな OJT、FJT の仕組みできちっと育成していくと、うん、でそこで長くですね、ちゃんと活躍できるような土台を作っていくと。で、一方でお客様は当然リーズナブルな価格帯の方がサービス品質を受けるにとって いいわけですの で、でそれ自体は我々は、いろんな高稼働率であったりとか全社を挙げたコスト意識の徹底というところで利益率を確保しながら、お客様に対してはよりリーズナブルな価格で、サービス提供していきたいと、そういう信念で、組織を運営しているという形になります。はい。それでは今後についてお伺いしたいと思います。成長戦略はどのようなイメージでしょうか？はい、まず創業以来ですね、この IPO のタイミングまでは、目の前のお客様っていうのを重視しながら、我々社内ではこの最高品質のデリバリーが最大の営業戦略であると、こうデリバリーはこうプロジェクト推進ということになるんですが、目の前のお客様に対して近くで一緒になってこう取り組んでいけば、やはり我々自体をこう長く活用いただけると、そういった形でこの経営の土台っていうのを作ってきました。で、今後についても我々こう主要 KPI である人数、単価、稼働率、この原理原則を忘れないようにこの後も成長させていきたいと思ってますし、今後よりファームがですね、
大きくなっていくにあたってまだご支援できていないいろんな業界お客様それは日本全国中小企業スタートアップの方も含めていらっしゃいますしグローバルっていうところの展開も狙っていきたいと思ってますんでこういったところを中長期的に取り組んでいきたいというふうに掲げています。で最後が我々がこう実現したい世界観のところなんですけども、はい、コンサルティング業界っていうのはやはりこういろんな時代の流れを経て求められる価値っていうのが変わってきたかなと思ってます。昔でいけばいろんなこう情報を持っているとかそういったところが価値であった部分はあるんですが今はこうデジタルの進化もあってお客様自身が取り組めるような土壌ができてますので今後コンサルファームに求められる価値っていうのは今のこの VUCAの時代においてやっぱ経営課題複雑化高速化していますのでそこに対して困っている人に対してこういかに早くその最適なチームが蘇生できるかでそれはコンサルファーム一社単独ではなくていろんなテクノロジーのスタートアップさんであったりとかフリーランスの方大企業の副業人材の方そういった方を巻き込んで早く課題解決をしていきたいとそういったところを我々がリードしていきたいというふうには考えています。こう求められるコンサルティングのあり方というのも変わってきているということなんでしょうかね。そうですね、はい、よりお客様の近くでパートナーシップ型でやっていくというところがこの後コンサルティングファームに求められている価値かなというふうに我々理解しています。はい、そして今後グローバル展開も視野に入れてらっしゃるということなんですね。そうですね、順調にまずは我々今首都圏の大企業のお客様中心にお仕事をさせていただいてますのでそこも引き続き伸ばしながらですねただ創業期から掲げていた日本の再生というところを踏まえればまだまだ全国で困っている中小企業の方であったりとかこの後の時代を担っていくスタートアップの方々というのもいますのでまずは日本全国にこう視野を広げながらでグローバル自体もマーケットがありますのでそこに対しても慎重にですねチャレンジしていきたいというふうには考えています。今回の上場の狙いもそういったことを視野に入れて、ね、ということでしょうか。はい、はい、分かりました。では、まだ時間たっぷりありますので、最後に番組をご覧の投資家の皆さんに向けて、メッセージをお願いできればと思います。はい、まず足元の業績についてですねきちっとこの後も達成していくっていうところを改めてお約束していきたいというふうに考えています。で皆様からのこう期待と責任をこう胸に秘めながらですね、まずは目の前のお客様に対して一つ一つ丁寧にコンサルティングサービスを提供しながら今後も持続的な成長を遂げていくというところを社員一丸となって進めていきたいと思っています。ですので今後とも長いご期待とご支援賜れたらと思ってますので今後ともよろしくお願いいたします。この時間はライズコンサルティンググループの北村俊樹社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。